みなさまあさあおたちあいここにあるのはよにもふしぎなすなこちらをひとつかみみずのなかにいれてザブザブさあこれでかんぜんぬれてしまいましたしかしさらさらきわものどうじょうは。 世の中のあらゆるキわものに焦点を当て紹介するとともに称号を送ることでそれらを作り世に送り出したクリエイターに敬意を示す道場である今日のキわものはこれだはい今回のキわものはこちらじゃーん水に濡れなない不思議な砂マジックサンドはい、えー、こちらの商品はですね水から出すとサラサラ えー、水の中では粘土のように遊べるという不思議な、ね、性質を持った砂のようですねはい、えー、ちなみにねこちらはですね、えー、スタディールームっていうですね科学のそういうおもちゃとかを売ってるお店でだたいね500円近くで、えー、売ってますで、えー、とこちら作ってるのはですねコスモサイエンスという場所らしいのでもしね、えー、興味ある人はここからねお取り寄せしてみてくださいではね開けてみますはい えー、なんかね緑と紫の、えー、2種類のね砂が入ってますねで遊び方のガイドなんかがこう一緒に入ってますではね早速実験したいと思いますけども、えー、とこちらですね「コーション Do not eat or swallow」ということでまあね、えー「do not やってはいけません食べたりツバメですね嘘です えー、食べたりね飲んだりしないでくださいと書いてますこれ日本語じゃないあたりもしかしたら輸入品なのかもしれないですねよいしょじゃあねちょっとお弁当とかについてくるこのスプーンを使ってちょっとちょっとこぼしましたけどもおなんかサラサラしてね なんか美味しそうですねっていうのも変ですけども何かねこうやってあの水混ぜてねモコモコするようなお菓子とかありますよねそれだと勘違いしてないように食べないでくださいやっぱりそういう意味ではこれ日本語でも書いた方がいいと思うんですけどねまあそれはいいとしましてえこちらですねご覧の通りこうサラサラっとサラサラーっと見えるかなサラサラーっとしてますでもう早速ね見えちゃってますけども 水に浮かびますこれで、こうやって水に浮いてるのでちょっとね押して沈めちゃいましょうおりゃーえっとですねちょっと浮いてますけども沈めてみましたでねこれ分かるかなちょっとねオーラみたいなのが膜みたいなのが張ってるんですね、はいえー、水中から見るとねもう少し分かるかなでなんかね粘土のように遊ぶおなんか不思議なさっきまでサラサラしてたのにドロッとしてるっていうかですね なんか固まって不思議な形になってます、ね、うわあのなんかザクザクっとしてですねなん,なんと例えたらいいんでしょうかねこれねすげえサクサクしててなんか面白いですねではですねここに書いてある「水から出すとサラサラ」それがね本当かどうかやってみましょうはいじゃあいきますよはいスプーンですくいますお崩れた サラサラですね、本当にちょっと水の膜を <laughs> 失敗はい、えー、気を取り直してじゃあ紙の上にね開けてみましょうさらさらですね本当にわすごいはい、えー、じゃあ続いてですね緑もせっかくなんでやってみましょう、まあ、これはね成分は多分同じなので、まあ、結果はね見えてるんですけどもはいじゃあ落としていきます これ表面基本的には浮かぶんですけども、えー、いっぱいね同じとこに重ねていくと重みにね耐えきれず沈むっていう感じですねこういう感じですねこの砂もですねな何色かあるんですけどもこのたまたまねつかんだこの、えー、緑と紫っていう組み合わせがなんかいかにも価格っぽくてなんかいいですねはいではねアップでもう一度ちょっとね色混ざっちゃってますけどもこの水にね浸ってる砂がサラサラ いやー不思議ですねはい、えー、これね回収する時なんですけども、えー、ペットボトルをね、えー、こういうふうに切ってここねちょっと指切らないように気をつけてもらってここにですねクッキングシートを入れます、はいえー、こういう感じのねろ過装置っていうんですけどもこういうのをね使うと、えー、簡単にね回収できるかと思いますこぼさないように気をつけながらやりましょうすごいなこれ水流してる先からもうサラサラになってますね やっちゃいました、えーとですね、ペットボトルをここ切ってるんで当然ね、えー、入る量がすごく少なくなってるんで入れる時に、ね、ゆっくりやってこっちの、ね、水の、えー、溢れないように、ね、気をつけましょう、はいえー、今回の「水に濡れない不思議な砂マジックサンド」のショーはこちらじゃん「親子で科学の勉強にどうぞ」と7段とさせていただきます えー、実はこれですね昔なんかテレビでやってたこともありましたしガチャガチャのね景品でほんのね少しなんですけどもそういうのね出てたこともあって、えー、実はね私は過去に見たこともあったんですけどもこちらですねまあ、たっぷり容量もありますのでまあ兄弟が多、ね、い家なんかでもみんなでね分けて楽しく遊べるんじゃないかなと思います。 まあ、ちなみにですねこちら原理はですね本当は砂じゃなくてシリコンがね、えー、使われてましてあとはね表面張力というね性質を使ったものなんですけども、まあ、詳しくはですねこちら買うとね中に仕組みが書いてますのでね是非、えー、通販とかでね買ってみてくださいそれでは次回もお楽しみに